はいどうもこんにちはこんばんはラウンズでございます。今日ですね質問コーナーでございます。最近のお話ですけども、先日の質問コーナーでアジの天ぷらですね、自分が2、3人行った時に3匹アジが釣れてなんていうか鳥天を確か作ってたのよ。でそのついでにアジの天ぷら衣をつけてあげるかも天ぷらだよね、天ぷらにして、作ったもののこれどうやって味付け的にどうやって食べようと、いやもう今もう目の前にもうご飯を食べるところなのにふとあれこれアジどうやって食べようというところで、自分はねマヨネーズと醤油をかけて食べたんですけども、皆さんどうやって食べますかという、ことについて、ね、動画でお話ししたところたくさんの、ね、コメントをいただきましたので、ちょっと軽く読んでいきたいと思います。自分はちなみにマヨネーズと醤油で食べたんですよ。であれこれもしかしてめっちゃ変わってるのかなみたいなっていうのを思ったり、いや普通の人ってこれどうやって食べるんだろうと思ってたんでね。でちょっと動画で問いかけたところですね、まあそういう同じ方もいたのでちょっと安心しました。ちょっと一つねちょっと軽くコメント読んでいきますけど、私は柚子胡椒ポン酢ですと。あ柚子胡椒、ちょっとピリ辛になりますよね。もちろん大分柚子胡椒有名なんでね、ちょっと辛いなっていう感じがあるんですけども、柚子胡椒ポン酢で、この方はマヨ醤油です。同じですね。よかった同じ方がいて安心した。天ぷらにマヨネーズと醤油ってさ普通パッと思いつかないんでね、この方はポン酢をかけて食べますと。ポン酢最初のポン酢、ポン酢あれなんですね。私もめちゃくちゃ近いですが、マヨネーズと七味派か、七味と書いて七味と読むらしい、七味派と。酎ハイはお酒飲む方ですね。ちょっとピリ辛にすると。であとは、甘酢あんかけ、業務スーパーで甘酢あんかけ売ってるんで、かけるだけで何倍になりますよという。はい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 、売ってますね業務スーパーで。甘酢あんかけじゃなくて、あと油淋鶏の素じゃないけど、なんかそういう甘酢系があるよね、こう1リットルのペットボトルに入ってるやつだよね。あります。この前ね見てたんですよ、実は見てて、いやこれあんまり使わなかったらね場所取るなと思って、冷蔵庫の中で買わなかったんですけど、ね。はい、なるほど。天ぷらフライにはマヨネーズにお醤油です。お塩もいいかも、参考になりませんね。同じですね。同じです。私ならカリカリに揚がっているならウスターソースをかけて頭から丸ごと食べるのが好きですねという方もおられます。ウスターソースもね実はあるんですよ。天ぷら、カリカリに揚がってて、自分はちなみに頭ごと食べました、全部ね3匹頭ごと食べたんですよ。でウスターソースはねうちにあるんですよ。天ぷらでよくかける、ナスの天ぷらとかよくかけますね。中濃ソースかウスターソースかみたいな感じなので、これ見て、ああなるほど、そうなるほど、ああ分かる分かるみたいな感じでしたね。で、アジの素揚げに見えるので一手間かけてアジをレンチンして南蛮漬け、めんどくさい時はアジポンと一味唐辛子かなという方もおられます。そうね、手間をかけ、もう今から食べるっていうところだったんでね、ちょっと手間が面倒だ、もう部屋に持ってきてじゃあ食べようっていう時に、あちょっと味付けがあってちょっとめんどくさいんでね、そういう時は、アジポンってことだよね。味ポンと一味か。自分がアジ片栗粉で、油揚げて甘酢あんかけてすごく美味しいですと。甘酢あんかけの方も多いですね。だいたいそんな感じです、コメントは。だからポン酢、マヨネーズ醤油以外だとポン酢かもしくは一味七味か、で甘酢あんかけをかけて食べるっていう方がいらっしゃいましたね。ちょっと試してみたいね。ポン酢はだってそもそもねその時鶏天を作ってたからさ、鶏天とポン酢だったのよ。だからここにポン酢があったわけよ、食べる時。だからマヨネーズと醤油じゃなくてこうポン酢をつけて食えばっていうところも思いつかなかったですね。次回ねちょっとそういうとこがあればちょっと試してみたいなと思います。はい、ということで、質問の方を読んでいきたいと思います。まず一つ目の質問でございます。お疲れ様です。最近は暑すぎるので釣りには行かず家の中でクーラーかけてのんびりしてます。質問なのですが、
シマノのテクニウムやハイパーフォースに搭載されているスット2なんですが、良さがいまいち分かりません。カタログを見ると、ハンドルの逆転なしにラインを放出する革新的な、機構とか書いてありますが、レバーを緩めた時にはハンドルが、逆回転せずローターだけ回ってラインが出ますよってことですよね。自分はハンドルが逆回転とかブレはあまり気にならないのですが、というか気にする余裕もない。以前釣り具屋さんでスット2搭載のテクニウムハイパーフォースを手に持ってハンドルを回してみた時の感想ですが、何これ どうやって使うのっていう感じでした。ハンドルを回すのをやめてもローターは回り続けるので、これってどうやって止めたらいいんですかね。実際に使ったことがないから分かりませんが、ラインの張りの負荷がかかればローターは止まるのですか。自分には扱えないなぁと思い、普通のリールでいいかなぁと思いました。ちなみにハイパーフォースコンパクトは軽くて使いやすいので使っていますが、今後スットブレーキの良さが理解できたら購入したいとも思っています。ラウンさんのご意見をお聞かせくださいという、質問が来ております。テクニウムスット2、まあ、1も2も、まあ、そういう意味の構造でいうと一緒なんだよね。テクニウム、まあ、一応スット2ですけども、まあこの方が言ってるのはこれのことだよね。これハンドルを回すのをやめてもローターだけ回り続けると、これはじゃあどうやっていつも止まるのっていう感じですけども、そもそも釣りをしてるときにこんな感じで釣り捨てることなんかないんですよ。ゆっくり、ま、あの仕掛け回収してたらテンション上がってゆっくり巻きますよね。でこんな感じで最後ね、こう惰性で、まあ、少し動きますけど浮きの負荷とかかかってたらこう止まります。うん、あの普通のリールとなんだ変わりがない。普通にこう、ま、回すよね。で釣りしてて、まあ、魚かかってる時ね、テンションがかかってる時はもう思いっきりさ、思いっきりテンションかかってるから、あの回したと瞬間に止まるって感じよ。こう、ま、こうやって回してそのままもう止まりますよ。ずっとテンションかかってるんでね。で例えば浮きだけを回収ね、仕掛けを回収するときもこう普通に巻くじゃないですか。こんなさ超高速回転で巻く人いないでしょさすがに普通にさこう回収するじゃないですか。そうすると浮きの負荷、道とかさ、あのガイドを全部通って、それも抵抗になってるわけだし、まあそもそも浮きがついてるからちょっとした抵抗になってるんだよそもそもね。なのでこう普通に回収してこう普通に浮き取るときにはもうここが止まってる。少しねこの惰性で少し、まあ一周このローターで一周回るかどうかなぐらいじゃないかな、まあ、普通にかね、あのグレーだったら特にそんな遠投しないから、もうその辺で回収してゆっくり巻いてふって、そんな感じですよ。なのでこの惰性はほとんどもう感じられないぐらいです。超えるとね、確かにこう惰性でめっちゃ回るけど何も負荷がないからね、浮きの負荷だけでももうあのすぐ止まります、うん、なのでそう確かにね、これだけ見ると確かにそうかもしれないけど、普通に釣りしてたら普通のリールと何ら変わりはないです。何ら変わりはない。でこの逆回転ね、こうレバーでこう出した時の逆回転、これでハンドルがあのなんていうのかな、こう ブレというか、これはねある程度大きい魚で一気にガンって引いた時に一気にバーンって出した時に感じられるぐらいかな。普通に出す程度だとあまり感じられないんですよね、このハンドルブーンっていうのは。でもでかいのが来て結構瞬発力がいいような魚とか、もう一瞬でこう行く時に出す時にここでハンドルがブーンって回るのよ。ブーンって音が聞こえますからね、ブーンっていう。ハイパースコンパクトでも鳴りますよ、ブーン、あの音が鳴る、ブーンっていうハンドルがね勢いよく回るとブーンって回るんで、あまりね多分その辺気にしてないのかもしれないですけども、あのこのハンドルのブレっていうのは竿が全体にこう伝わるのよ。だって5メートルの竿がね伸びてるわけだから、ここのブーンっていうのが竿をよく見てブーンってこう震えてんのよ、このリールのあれでね。これがないのよ、これはね、ずっとこうハンドルが回ってないからないのよ。だから一時期ね、こうお長釣りで、あそこ、MST だったかな。あの、ダブルハンドルじゃないけど、シングルハンドルでさ、
片方こう重りがついてるやつとかあったでしょ。あれはもうバランスを取ってるから、あの糸を出してもブーンってならない。でシマノはそもそもこっちはここ回らないようなやつを作ったわけだから、こうそのブレがね、糸を出す時のブレがなくなるので、ね、糸を出した時にこう魚が、まあ、特に女形とかはね、暴れにくくなるっていう感じです。まあ、なかなかね、その勢いがいい魚に出会わないんでね、口太ってそこまで速くない。やっぱお腹が一番速いんだよ、ブーってね走るんで、その一瞬のブーンって出す時にハンドルがブーンってブレる、ちょっとしたブレなんだよ、うん、本当に。でもあのゆっくり出すぐらいだったらならない、もう勢いよくブーンってこう回るような時はハンドルがブーンって音がブーンってなるんで、ね、でハイパーオースのあのコンパクトの方が、あとハンドルがちょっと短かったりするんで、ちょっとなりづらい。あとちょっと軽いんでね、ハンドル自体が。テクニウムとかになると、ちょっと大きいリールになると、要はちょっとでかくなって太くなるし、こう長くなるんで、ブーンっていうブレが多少大きくなるんですよ。まあ、その多少が竿にこうブレをね生じさせて、魚にそのブレが伝わって余計暴れるとかね、そういうのがあったりするんですよね。はい、なので、まあ普通にね、普通に糸をスーって出す程度じゃ、まあ、なかなかそのブレっていうのは感じられないですし、あとこのね出せっていうのは浮きの重さぐらいかかってれば普通のリールのようにこのすぐ止まりますから、これねっていう感じでございます。はい、ということでよろしいでしょうか。ということで続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。大工の竿のガイドを IM ガイドに変えることは可能ですか、という質問が来ております。とりあえず大工のちょっとこれ長さが合わないんで、ね、大工の竿を持ってきました。こっち4号までだったっけ。 IM ガイドに変えることは可能ですよ。フル IM ガイドにしたいのかな。まあ、大体先端だけね、変えれば全然いいと思いますけど、まあ、これも古い竿だよね、これ。セレスタ迷宮磯だったかな、06450です。まあ、最後ら辺で言うと海将だったかな、琉球磯とか海将だったかな、最終がなんかそんな感じの多分グレードなんですけども、 IM ガイドに変えるだけであれば、これ釣り具屋さんによるのかな、対応してるとことしてないとこと。釣り具屋さんだと結構ね、このガイドの一個一個の部品をね結構持ってたりするのよ。だそういうところで、お願いすればできる可能性はある。そのガイドを持ってればね、持ってればだ、穂先の修理とかさ、結構ね釣り具屋さん、もう釣り具屋さんによるんだけどね、だとこのガイドをたくさんのね、これ太さがね、このね太さが変わるんですよ。で修理すればっていうか、穂先折るじゃないですか、折ってこことここの太さがもう違うんですよね。だから太くなるんで、まあ、普通に自分で修理するならここね、この太さを削って細くしてこのガイドを入れるとか、まあ、他のこのねガイドの部分っていうのは太さがちょっとずつね違うんですよ、こっちの竿についてる側のね。それを持ってるところの釣り具屋さんであれば、IM ガイドにすることは可能です。ただ12個ぐらいガイドを全部もし変えるとしたら、そのガイド IM ガイド代だけで何個あるか、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 まあ大体12個だよね。12個変えると1個ね1000円以上するんで、全部フル IM ガイドに変えると13,000円、14,000円、15,000円となるかと思います。結構変えるのは可能ですけど、変えてもらったとしても1万フル IM ガイドだと1万以上かかりますよと。だから IM ガイドが出てきた2008年9年ぐらいかな、 IM ガイドというのが出てきて、だから今まで使ってた竿は気に入ってる人はここだけ変えてたとかね、このトップから2番の玉口までを IM に変えてたとかっていう感じだったりしますね。トップだけ一番高いね、トップはね IM じゃなくて LG ガイドっていうガイドなんだけど、これ違うけどね、これ普通のガイドだけど、 IM に使ってるやつは LG ガイドなのよ。それはだいたい1200円300円ぐらいしてる、一番高いんだよね。だこのトップのこの辺2番の玉口ね、2番玉口まで買えると6000、7000ぐらい買ったのかな、ちょっと金額はちょっと今値上がりしてるかもしれないんで覚えてないけど、まあでも6000、7000円ぐらいかかると思います。
交換することは可能ですけど、思ったよりえっていうぐらいお金がかかる可能性がありますってことね。だからまあ近くの釣り具屋さんとかで持ってるとこあれば、まあ、店員さんに聞いてみるしかないですよね。あの IM ガイドに変えてみたいんですけどって聞いてみるしかないです。であとネットでもそういうところに対応してたりするんですけど、当然この竿を送る送料とかプラスでかかるわけですよ。これ長いんでね、地上も長いんで、あの片道ね、例えば大分から大阪で送るとしても片道2000円ぐらいかかると。で送料だけで往復4000円かかると。でフル IM ガイドにするのにだから1万5、6000円かかるのかな今で。それにプラス当然技術料というのがね、技術多分そんなかからない、2000円とかで多分やってくれると思うんですよ。大体、ね、2000円3000円ぐらいとかかかるんで、仮に多分これをフル IM ガイド化するのであれば2万3000円4000円とかかかるんじゃないかなと思います。どっかで注文として頼むんだね、送料分かかるんで。だから結構ね高いですよいや自分でって思うけど、ガイドのねこの太さが分かんないのよ。そう、昔のと今のでまたこの太さね、そうこう要はこのガイドが止まるところ、ここの内径の太さがね、このガイドに対しての内径の太さが分かんないから、で仮に同じのを買ったとしてもやっぱこの竿のあれで微妙にね違ったりするのよ。ガイドが全然違う位置で止まるとかね、特にこのね、この3番とか4番とかさ、このガイドがねここで止まるじゃん、この分でちょっと太くなってんのよ。だからこの太さでまたこう止まる位置がちょっと変わったりするんで、あの同じ太さの頼んでもなかなかこうちゃんといい位置で止まったりしなかったりするんで、その辺が要注意。だからたくさん持ってるとこでその一個一個ねガイドをたくさん持ってるとこであればその微調整ができるんでね、あのそういうとこに頼むのが一番いいです。まあ、可能ですけど、これを仮にフル IM ガイドするとしかも外注ね、あの外注というかそうやってくれるところに県外のそういうところやってくれるに頼むとしたら、これだけでも2万円は軽く超えますよって話で、送料分も含めてっていうとこです。可能ですけど、まあ、あんまりおすすめはしないかな。一番いいのは近くの釣り具屋さんとかでできるのであれば一度ね相談してみてくださいっていう感じですかね。ガイドの内径っていうのは一緒だよ。昔からフジガイド、IM ガイドもフジガイドだし、今の AGS ガイドとかね、ダイワで AGS とか、ね、X ガイドとかありますけど、多分元はこのフジガイドっていうところは多分作ってるんで、内径は一緒なんだよ。だからまあそういうね、たくさん在庫を持ってる釣り屋さんで、まあちょっと聞いてみてください。まあいろいろ聞くしかない、これは。もうその店舗によってまたね、在庫があるとかないとか、できるできないって多分あると思うんで。はい、まあ、そんな感じでございます。ということで、今日の質問コーナーは以上でございます。まだ質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。